はい、どうもヘイでございます。アンチャーテッドの続きやっていきます。よろしくお願いします。よいしょ。さあ、今お兄ちゃんと合流してもう財宝を諦めて脱出しようっていう状態ですね。結局のところね、先に財宝見つけてもレイフたちが後から追ってきたら荷物を運ぶ能力も人数も負けちゃうからね、奪われちゃうよね。どっから逃げんだ？みんな、こっちだ。いけるかね。あれ見てみろよ。あれってロープウェイか何かかな。使えそうか。なんかスイッチみたいなもんがある。おお、下に。そうだな。ほら、ロープで台を引っ張るとか。え？ロープで台を引っ張る。なあ。ブラブラ遊び。どうしよう。あそこの木の台にたどり着けるんだったら。どこ？そこ？ほらもうちょいだ。早く帰ってうちのベッドで眠りたい。近そうでめっちゃ遠い。上を伝えないかな。さすがに無理か。無理だな。いい考えがある。姉さん手伝え。そのでっかい柱？オッケー。わっしょいわっしょい。オッケー、サリバン。な、ちょっといいか。なんだ？いいぞ、姉さん。よし、押さえてるからジャンプしろ。ジャンプします。いけた。よし、行くぞ。で、これをキュッてやって引っ張れと。オッケー、いいわよ。はい、わっしょい、わっしょい。こりゃ、海賊にしちゃずいぶんとご立派だな。捕まれ。ふぅ。大丈夫か。ジェットコースターみたい。ほら、来い、姉さん。え？これで？レイさん、登ってこい。引っ張ってやる。おい、えい、よいしょい。センキュー、兄ちゃん。ダーッ。ほら、早くジャンプしろ。レイド、手を出せ。ほら、ほら来い。よし、飛べ、受け止める。早く。諦めきれないか。おい待てって、何考えてんだ。やめろ。みんなを巻き込んじまってすまない。何を今さらそんなこと言ってんだよ。来いって。最後まで見届けたいんだ、サム。おい考え直せって。もう次は助けないからな、サム。悪い、サム。サム、あのバカ野郎。さすが兄弟。このまま見捨てるつもり？ほら、エレナ、ありがとう。助けに行こう。当たり前だろ。行くぞ。お兄ちゃん、だってこのことだけ考えてたろうからね、きっと。助けたらボコボコにしてやる。いいから今は助けることだけ考えるぞ。だから何考えてんだ。こんだけしてやってもわかんねえのか。とにかく探そう。また押せそうなのか。カートで乗り越えられそうだな。うん、動け。手伝って。手伝う。あ、手伝ってくれ。いいか。
石が乗っかってんもんな。待って。よし。ほらね。だ。これダメだな。ええと言って。いや、いける。くそ。頼む。ったく。じゃあどうやって登りますかね。時間がないわ。ネイト、やめろ。一人で行く気か。なあ、すぐ戻るからさ。お前一人で連れ戻すってのか。殴ってでも連れて帰るよ。とにかく助けてやらないと。な、飛行機をできるだけ山へ近づけてくれ。そんでとっとと脱出だ。ったくしょうがねえな。ネイトの番よ。え？忘れないでね、皿洗いの当番。だから絶対に戻ってくるって約束して。約束だ。戻ってきてね。いや、ほんと今回長編ですね。最後にふさわしいな、ほんとに。よいしょ。OK。 この下どうなってんだ。あ、滑っちゃった。わあ、マジか。こんな何でもなさそうなところで乗れそうに見て乗れなかった。内側に行けってこと？なるほど。こっちか。 OK。 おい、あれは足跡。サムのかな。サム！で、サム助けてこっからずらかる。うん、明日には全て解決と。ポジティブ独り言。不安で寂しい時ほどネイトの独り言は増える。よし、いいぞ。追跡再開。足跡はここまで。あ、クソ、どっちに行った。これだな。はいはい、ウィー。ちょっと今危なかったな。ウィー。よいしょ。おっ、ちょっと早かった。当たった。どうしよう。一応生きてるってことか。おお、危ない。あべえ、ボコボコにする。あ、あそこか。あぶねえ。いや、でもサムみたいな兄ちゃん見捨てらんないよね。
超いい兄ちゃんだもんな。キャンプアートみたいなのあるぞ。またでしょ。順調順調。じゃあ行くか。サム。やらせはせん。危ねえ。よいしょ。ほんの一瞬通る場所にね、やっぱ凄まじい手の込み方だもんな、ほんとこのゲーム。こっちとかも目を向けなければ見ることもないもんね。カエルの声だ。すげえわ、ほんと。カエルが鳴いてるのが聞こえる。うわっ、はあ、ほら、いや、クソ、思ったより難しいな。もしかしてあそこですよね。それ。うわあ、やっべえ。人間技じゃねえ。うわ、うわ、うわ。おい。ひょう。ねえ、やった。死ぬかと思ったけど。生きてる。手に汗握る。死ぬ、死ぬかも。進んでんのかも分かんなくなってきた。ないない、どこ行けばいいの俺。あて船があるよ。あれがエブリの船か。朽ちてる。ほいえ、ナイス。おほ、ちょっと失敗したかも。あ、これやっちゃったな、多分。やっちゃいました。多分足んないです。あ、行ったかな。オッケーオッケー、危ねえ。完璧やっちゃったと思った。よいしょ。なんとかなった。船見えるよ。マスト折れてるね。しね、よし。巨大な船だ。やばかったな。やっぱこれ降りなきゃダメ。え、どこ、どっちの、どっちの。あ、おい、マジかよ。うわ、ルーブル。おっとっとっと、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 
危ねえ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 危ない。だーふぅはぁ、あ、いや綺麗なとこですな。これやったわけ、うん、まさかな、違う道見つけたんだろ。あんま痛くない道ね。スタジアムに入れもらって、こっちかな。下に潜ると道があるパターンかな。うん、こっちじゃなさそうね。あ、なんか今上光ったのかな。乗せ乗せか。あった道、あった。船こっちだもんね。中かな、逆か。船の中来ちゃった。そうかい。これで最後です。よし、急げば追いつけるよ。サムメ、ボートを盗みやがったな。エブリーの船だ、行くぞ。やめな、帰るよ。何だと。大勢の仲間が死んだ、他の奴らは帰ったよ。あれを見ろ。いいか、ゴールは目の前なんだぞ。洞窟はあのイカれた海賊の罠だらけ。私はあの船には行かない。ナディーン、今ここで逃げ出したらお前の部下の命やこれまでの全てが無駄になるんだぞ。もう金は山ほど手に入れたら、それに命があれば儲けもん。部下に見捨てられるはずだ。なんだって。今まさに歴史を変えようっていうのに、お前はそんなはした金で降りるってのか。サムはその何倍も手にするんだぞ。奴が船から生きて帰れるなら持ってきゃいい。その資格がある。あんたと違ってね。いいか、ここで一日中ののしり合うか、本来の目的を達成。いや、終わりにするんだよ。悪いな、ボス。いいか、傭兵の世界ではな、忠誠ってのは買うもんだ、得るもんじゃない。さあどうする、俺と一緒に最後まで見届けるか、それともここで終わりにするか。歴史を変えに行くよ。そう来なくちゃ。さあどうぞ。こんだけなんだ。そのうちの50人ぐらい俺を殺してると思うけど。
れるところある？あったあった。サマー船に一直線か。まあでもやっぱレイクもなんだかんだね、悪いやつかもしれないけど男気があるやつではあるよね。金持ちだけど自分のやっぱり結果を出すためにね、あそこまで意思持ってやるっていうのは全く認められないことではないので、なかなかやりづらい。おわー、罠あるんだね。ありがとう、入り口作ってくれて。偉業を成したと人生でこう言いたいんだよな。しょうがないか。あららら、どういうトラップがあるんだろうね。怖っ。そサム、すげえ煙上がってっけど、え、これ、すげえ、あった、うん、すげえ、お宝発見。おい、マジか。なんか思ったほどの量じゃねえ。やっぱりなんだかんだ建造するのに散財はしたのかな。おお、もっとあった。おお、サム、サム。ようネイト、サムはどこだ。ああ、ほら、そこだ。サム！落ち着け、生きてるよ。こいつのせいで死ぬとこだった。俺はサムと逃げる。いや、ダメだ。レイフ、宝はくれてやる。だから邪魔しないでくれ。嘘をついてたんだぞ、こいつは。ご立派だが、断る。さっさとここから逃げないと、みんな死ぬんだぞ。そりゃ違う。どうするナディン。無事でよかったな。そいつから銃を奪ってくれるか。渡して。本気で信用してるのかなあ。うるさいね。おい、お前何のつもりだ。ネイト、ナディンは俺のパートナーだ。俺はパートナーを裏切らない。ほら行け。だがお前とサムは初めから俺が寛大なのをいいことに俺を出し抜こうとした。そのツケをここで。何のつもりだ。その銃をよこしな。ナディーン、同じことを言わせないで。自分がどれだけバカなことをしてるか分かってるのか。あれを見な。何、ふざけるな。やめ、何すんだ。いいから見て。分かったよ、骸骨が2体だ。だから歴史のことは詳しくないけど、それが誰かは私にも分かる、うん、おう、誰のだ。エイブリーとテューだ。殺し合った。そりゃ結構。それで宝に取り憑かれた者は皆報いを受けるのさ。俺たちを置き去りにする気か。私は行くよ。どうなろうと知ったこっちゃない。ナディン、待て。じゃあね、レイフ。ナディン、おい、ナディン、ふざけるな。さっさとドアを開けよ。レイフ、もうよせ。ほら、手を貸せ。みんなで逃げるぞ。いや、ダメだ。それじゃダメだな。サムを助けたらドア開けるの手伝うって。
お前ら兄弟が息をしてる以上、たとえこのお宝を狂っちまってんだこいつも、持ち帰ったとしてもその喜びを味わうことはできないな。頼むから落ち着けって、フェンシングの練習は外でしろよ。レイト、いいから黙れ。おいレイフ、こんなのマジでイカれてるって。ある男が言ってた。ネイサン・ドレイクはイカれた男どもとシャングリラへの道のりを争った。なんだよ。ネイサン・ドレイクはルブアルハリ砂漠で失われた都市を発見した。なあレイフ、一緒にここから逃げるんだ。レイサン・ドレイクは伝説の黄金の像を発見した。ああ左の、あ、なるほどなるほど、ちょっと意味が分かってなかった。なるほどね。はいはいはい。おいレイク、やめろ。レイサン・ドレイクは伝説だ。そいつは俺が殺してやったけどな。おいレイフ、お前が俺を嫌いなのは分かったって。でも人がどんなに評価しようとお前はクズだ。いいか、クズだ。邪魔をするなと言ったはずだぞ。おいで、まだ続くんかい。今ので終わりだと思ってた。俺は全てを犠牲にしてきた。エイブリを探し出すためだけにな。それをこんなしがないトレジャーハンターが老いぼれペテンシごときに奪われてたまるか。やめろ。心配するな。お前の大事なお友達もすぐにお前の後を追うさ。構えろクズ野郎。そのようにな。剣使えるのか。え、さっき手でさじゃいいんだろ。面白い。勝手にしろ。降参だ。
いいかねえか。どんなに強がっても本当のお前は古代妄想を抱えた惨めなガキのままだ。しかも剣もろくに使えない。あばよ、ネイサン・ドレイク。ネイサン！お、なにこれ、急に QT になりやがった。お嬢気が悪いやつだ。そう。急に QT かよ。出た出た。出た出ただよ、これ。よくあるやつ。はいはい。お嬢気が悪いやつだ。さてこそ、奴らが入る。俺は何の苦労もせずに欲しいものはすぐに手に入れてきた。邪魔さ、これがいろ。これも全て俺がもらう。宝が欲しいんだろ。ほら、やるよ。うわ、すげえ。ほら、今助けてやる。ダメ。重すぎる。もう一回。無理だ。もう一度だ。もうやめろ。そら。姉さん、聞いてくれ。俺はただお前と宝を見つけたかった。黙ってろ。俺たち成し遂げたんだよ。もういいんだ。いやだ、絶対になんとか。姉さん、行くんだ。絶対に方法が早く行け。あるはずだって。方法なんてなんだ。いいか、姉さん、頼むから生きて帰るんだ。いやだ。姉さん、街に行く人んちまうんだぞ。そうか、そうだよ。おほ、何やってんだよ。いいから見てろ。おい、聞いてんのか。頭低くしろ。そ
悲しい最後にならなくてよかった。じゃあこれで全部か。ああ、そのはず。残り物は好きに売っていいよ。本当に乗っていかないの？ここ数日きつかったから、気の利いたサービス付きの飛行機でゆっくりしたくてね。それにエレナと積もる話もあるし。だろうな。もう夜中に突然電話してくんのは勘弁してくれよ。ああ、ありがとう。元気でな。連絡しろよ。次は俺がビールおごるよ。忘れんなよ。そしたらウサギが逃げ出しまって、校長のベッドがウサギのあれだらけになっちまったんだよ。おい、ちょっと待って、何の話してんだよ。ネイトがマジシャン目指してたって話。おい、サム、芸名あったの？あ、言えよ。ハンサムネイト。なんだよ、間違ってないだろ。まあ、腕はそこそこだったけどな。はいはい。ねえサム、ありがとう。あなたと会えて本当に良かった。握手？え？そうじゃなくてこうだろう。あのバカなこと頼む。任せて。じゃあすぐ行く。いい子だ。かわいそうにお前に惚れてる。悪いか。なあ、サムさえ良ければ。嬉しいけど大丈夫だ。なあ、もし迷惑かけるって思ってるんだったら。そうじゃない、違うんだ。まあ少しはそうだけど、なんていうか、お宝を見つけりゃ気が済むと思ってた。でもな、その反対で今なんていうかこう虚しい。わかるよ。どんなにすごい冒険でも終わってみれば虚しさを感じる。それに時には何かを諦めないといけないこともある。俺はまだ冒険したりない。それに古代都市は他にもあんだろう。ほっとくなんてもったいない。残しといてやったんだよ。気が利くな。おっと、車だ。ああサム、成し遂げたろ。ああ、そうだな。来い。もう無茶な真似はやめてくれよ。ほら、さっさと行けって。火ある？うん。で、サリバン、次はどうする？うん。そういや、こいつに巻き込まれる前、ちょっとした取引に関わっててな。取引ね。うん。危険なのか？ああ、確か何人か織田物だ。そりゃ奇遇だな。ちょうど無所帰りのいい人材がいるって話最近聞いたんだけど。うん、そいつは信用できんのか？そこそこ。ボルトガル語は？コンドセオマリドボルタルパラカザ。意味は？旦那はいつ帰ってくる？上出来、来い。俺の分の葉巻は？調子に乗んなよ。似合わない。いや、おはようさ。ああ、まったくいい朝だな。ええ、おい、なんだよ、どうしたんだ、でっかい契約か？いや、もっとすごいぜ。この店の買い手が見つかったかも。マジで？ああ、そうか。なあ、それよかったじゃないか。おめでとう。まだ早い。でもきっとうまくまとまるさ。値切られたけどな。でもきっと最終的には
お互いにいい話になる。よかったな。ああ。で、残るのか？いやいや、まさか。とりあえずのんびり羽を伸ばして、家族と過ごして、暇さえあれや釣り三昧さ。悪くない。それで、どこのどいつがここを買うんだ？ああ、お前だよ。え？なあ、真面目にさ。大真面目だよ。おい、ジェームソン。なあ、ちょっと待てよ。ねえ、みんなおはよう。何してるの？決める前にもう一度見ておこうかなって。鍵は旦那に渡した。おい、ちょっと。ありがとう。冗談だろ。ネイト、これだけは言える。これは絶対にいい買い物だ。逃す手はない。また後でな。わかった。ネイト。ああ。エレナがこの店を買うって？私たち二人が買うのよ。ああ、そうか。でも、なんで？ほら、マレーシア沖に沈没船があるって噂を聞いて、私たちにぴったりだって。いや、ダメだ、エレナ。いいか？命からがらリバタリアを脱出しただろ。違法な仕事を引き受けたらどうなるか分かってるだろう。誰が違法って言ったの？見て、今朝届いたの。許可証？そうよ。マレーシアにいる古い知り合いが許可局に話を通してくれたのよ。すごいの、賄賂もいらなかったんだから。それはよかった。で、どうやって金もないのに店を買うつもりね？手を出して。え？ねえ、ほら、出して、早く。マジかよ。これどこで？ポケットに入ってたの。他にもどっさりね。どっさり？え、取り行ったの？サムか。彼らしいわよね。だな。まあ、ほとんどがこの買い物で消えちゃうだろうけど。それに、新しいカメラもいる。カメラって？ええ。あなたは引き上げを担当して、私がチームを雇って撮影すれば、アンチャーテッドを復活させられないかなって。どうしたんだよ、突然。普通に暮らすって言ってたろ。普通の生活を送ろうとして、私たち逆に無理してた。ね。あの島にいた時、私、すごく楽しんでた。懐かしくって。ねえ、やりたかったことがやれるのよ。ただし、今度からは合法な仕事しかしないこと。いい？それと撮影は私に任せて。とっても高いカメラもあるしね。まさか、ずっとこのこと考えてたのか。まあね。ねえ、でも、もちろん断ることだってできるのよ。え？いや、そんなの絶対ダメだって。それじゃジェイムソンの早期退職が台無しになっちゃうだろ？無駄すぎる。そうね。苦労するぞ。望むところよ。じゃ、賛成ってこと？はあ、もちろん。デスクワークしなくていいならだけどね。ダメ、私もしない。私は撮影で忙しいんだから。俺だって潜るのに必死なんだぞ。わかった。それじゃあ交代でやる？おう、それか、ゲームで決める。本気で？マジ、俺練習したんだぞ。
上達した。嘘でしょ。反射神経もだいぶ良くなったし。また本当に。さすがに心が痛むわ。負けるの怖いの？全然怖くない。じゃあ10点満点中どのくらい怖い？3ってとこね。へえ、11くらいにしといたら絶対俺が勝つ。そう。あ、ま、そう。オッケー、乗った。え？本当にやんの？本当に本当にやらされる。冗談だと思ってたら本当にクラッシュバンディングやらされる。びっくりした。はい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 。あべ。欲張って死んじゃった。あ、でも木がまだある。まさかまさかこの最後の最後で。なんかね、この開発のノーティードッグがね、クラッシュバンディングの新作作るっていう話があるんですよね。まあ、多分それでちょっとクラッシュバンディングつながりというか、クラッシュバンディング推しというか、そういう感じになってるんだと思うんですけど。ラストオーバース2のね、記事も出てたんで、そっちも結構近いと思いますけど。勝てる気がしないな。あー、やらかした。前回と違って熱心にアイテム取ってるからね。ちょっとエレナに勝つには、でもハイスコアなんでしょ。やばいやばいやばい、もう最後になっちゃった。クリアできないかもしれない、これは。なんか集中力3番だな。アンチャーテッドがこう終わってしまったような、こうふわふわした気持ちで今これやってるからね。よくないね。いやー、でも多分スコア全然ダメ。全然ダメ。悲しそう。これな、どこの部屋なんだろう。あ、ネイトンちの2階とかなのかな。あれ、あ、もしかして？鉄球バンコ。どこ行ったんだろう。もしかして、でかっ。このバンコでけえ。エピローグ。傑作。ボディーボードとかやってんだね。ママ、パパ、誰か。ねえってば。いい感じに散らかってんな。あーあーああ。
ていかれちゃった。家の中見たいよね。今俺たちは活気に満ちたバカナの通りにある小さなカフェで、この世のものとは思えない極上のエスプレッソを楽しんでいる。足を洗ってもう追っ手を気にすることもなくなった。引退ってのは不思議な感覚だ。いいもんだがまだ慣れない。この前よりマシなビールを冷やしとけって寒から伝言だ。俺は酒さえありゃ何だってありがたくいただいちゃうけどな。あとあの賭けは俺たちの勝ちだ。二人ともだぞ。禁煙生活12ヶ月仲良く継続中。すごい。しかしここはキューバと来たもんだ。信じられないだろうがそれくらいお利口さんにしてるのさ。まあそっちの美人二人にもよろしくな。キャシーにはバックギャモンの準備をしとけって言っといてくれ。リベンジするぞってな。2週間後にまた3人の顔を拝めるのが楽しみにならないよ。お前の相棒サリーより。サリー元気だね。まだあ見てこの二人、お兄ちゃんと一緒に やってんだね。あれからじゃあ出ちゃうっぽいな。外に冷蔵庫開けれる。パカッ。あった。おーい、たった一口でたった一口でポイしたよ。いないんだったらパーティー開いちゃおう。バレないよ。かけてみようかな。ママの音楽の趣味変。これ結構好きかも。どっちかというとお母さんかな。確かに中間ぐらいの顔してるような気がするな。娘ってでもお父さんに似るんだよね。どうした？しょうがない。あ、それが欲しかったの。一個だけね。ダメダメ、もう一個だけ。すごいとこ住んでる。南の島って感じだね。お、なんかあった。もうちょっとでタージマハル。あと何週間か待てば。お、みんなで行くのかな。一回あの家で会ったよね、子供の時に。近所のあのおばちゃんとこ行ったとこに。タージマハル行ってみたいみたいな。最高の天気。あとは船のクルーが全員来れば。車はあるけど、はあ、まさか宇宙人にさらわれちゃったとか。ま、買い物行っただけか。隣の人の家だから。ほら、入れちゃう。ここにもいないね。あ、ここも同じあれなんだ。待つしかないか。へえ。探す範囲を狭めたんだね。まっとうな方法でちゃんと仕事を冒険にしてるんだよね。わあ、よくこんなにピカピカにしたね。わかったんだ。
そうだ、この時サリーと遊んでもらってた。そうそう、これが私のお気に入り。これ覚えてる？いいじゃん、かっこいい。すごい、雑誌の表紙を飾ってるよ。二人でいろんなとこ冒険してんだね。変なの、うん、これってもしかして鍵忘れてったの？ダメだよね、絶対に無理。あ、なんだろう。出た出た。ちゃんと撮ってたんだね。お宝の山だ。海賊のコイン。エイブリーの印に似てる。その通り。エイブリーの印なの。あんまり娘にこの辺バンバン話してないんですね。スペインのダブロンキングか。どこで見つけたの？16世紀どこにあったの？これなんだろう、樹脂か何かかな。変なの？不気味だけどかっこいい。あ、わあ、これって銃のホルスター。お母さんの日記があったね。エブリンはあるコレクターから18世紀の大量の資料と一緒に海賊誌の書簡を購入。その中でジョゼフ・バーンズという男の興味深い手紙を見つけた。バーンズはヘンリー・エイブリーに船の乗組員だったことを語っている上に、エイブリーの莫大な財宝のありかをほのめかす記述があった。黄金の楽園なんてそれ以外考えられない。もし監獄からこの手紙を送ったのとしたら、財宝はバーンズの元になかったことになる。となるとどこへ？すべての始まりまで遡るしかない。ヘンリー・エイブリーのガンズウェイ号襲撃だ。これ読みましたよね、あそこで。ピラ、うん、ヘンリー・エイブリーガンズウェイ号略。エブリンが持っていた海賊誌には初版しかない記述。財宝を探してたわけ。そうなんだよ。著者の足跡を、ね、巡ることができればエイブリーの財宝を見つけることができるかもしれない。ムガール帝国の財宝船ガンズウェイ号襲撃、略奪した膨大な宝と共に姿を消す。マダガスカルの周辺の海賊と手を組んで襲撃した可能性あり。トーマス・デュー、リチャード・ウェイト、ウィリアム・メイズ、持っているかもしれない。うん、もうお手上げって書いてある。バーンズが乗っていた船は嵐で進路が紛れ、バーンズはパナマのスペイン人に拘束された不運で、行方をくらますことにおいてエイブリーはズバ抜けている。なんだか調べる場所を間違えているような気がする。エイブリーの財宝にたどり着くにはバーンズが頼みだった。パナマについて調べてみよう。あ、いろいろ調べた痕跡が載ってますね。さらに調べてみた。バーンズの手紙には一番上の独房と書いてあったが、パナマでまだ塔がある。過去崩れかけだけど、スペインの監獄は一つしかない。ここから当たってみるのが良さそう。問題1、パナマ政府はこの監獄に隣接する新しい監獄を建設した。それによって凶悪犯たちが収容されている。
問題に今のパナマは独裁者が支配している。調査を申請してもどうぞご自由にとはないかなそう。私たちにとって難題となる監獄の場所についてエブリンと長時間話し合った。方法を考えてみると言っていたけど、リスクを十分に理解しているか不安だわ。彼女も私も体が持つかどうか。海から上陸いい点と悪い点いろいろ書いてあるね。これはもしかして子供の時の。おお。これパマ。そうなんだよ。フランシス・ドレイク教バーンズ・エイブリーの調査はひとまず置いておく。私の研究発表まで数週間しかないというのにドレイク教関連の仕事が山積みとは、どうせまた一生に伏されて終わり、勝手に笑えばいい。文字の感覚が類似しているが決定的ではない。オシルガム教宛に手紙にある小文字の F が独特で棒横棒がない。この特徴は F ・ジェームズのサンプルに見て取れる。 H も特徴的で、その他のアルファベットに比べ深く下に染み込んでいる。2つのサンプルの共通点、文字の傾斜も同じ。文字の間隔、太さ、傾斜、筆跡など2通の手紙で共通している。調査の結果、インクも同時代のもので、その広がり具合や濃さもほぼ一致。総合的に考えて F ・ジェームズはドレイク教の偽名だったと結論付けてもいいだろう。 F ・ジェームズの手紙サンプルは1957年2月15日に書かれていることから、ドレイク教は死を偽装したという私の仮説が証明されたと考えている。これらは何らかの重要な数字でマーガレットも気づいたと考えられる。エブリンと再度打ち合わせをしなきゃ。ここで子孫がね残ってるんっていう話が、うん、これは昔のカメラにこれが残ってた。記念にあげるわ。いい。おお、エルドラドの時ですね。あー、やば、まずい。そこにいたかパパ。探したぞ。全然変わってない。あ、ちょっと老けてるかな。ここで何してる。あ、二人を探してたの。ボート出すわよ、ほら。うん、すぐ行くから先に行ってて。どうして？あ、ほらその私なんだキャッシー。ねえ、怒んないで。ねえ怒んないでってば。鍵。それで何を見たんだ。別に何も。二人とサリーの写真くらいだよ。スペインの財宝も写ってたけど、あとショットガンも。遅かれ早かれ気づくんだし、もう打ち明けたら。まだ早すぎる。何のこと？あのクソヤバそうなやつ。言葉遣い。ねえ気をつけて。ごめん。でもまさか骸骨なんかを棚に入れてるなんて。見えちゃったの、銀色の頭蓋骨みたいなの。まだ絶対早いってだろ。ネイト、今話すべきよ、うん、ねえ今話してってば。また話って一体何の話。まだ子供だ。でもサムとあなたはもっと小さかったでしょ。いや、それとはわけが違うだ。ねえ、私もし怪しいことをしてたとしても全然気にしないから私だってもう大人なんだし教えてよ。大人ね。いくつだっけ , 笑える。まあまあ、わかった。じゃあまずはそうね、歴史上の大発見があるってある日パパが電話してきたの。それが全ての始まり絶対に詐欺だって思ったけど。そう、イケメンの詐欺師。ちょっと顔も知らなかったってば。知ってたろ絶対そう。それでその詐欺師が言うの、金を出してくれればフランシス・ドレイク卿の棺を見せるって。言っとくけど本当に見つけただろう。でもインドネシアの海賊に取り囲まれたでしょ。おいおい、あれは俺のせいじゃないって。ねえ、ちょっと待って。
フランシス・ドレイク卿の棺を見つけて、しかも海賊に襲われたって今言ったよね。本当に？うん、まあそんな感じね。そんなとこ。マジ言っちゃってる。言葉遣い。マジやばい。よし。それで続きは？なあ、天気もいいし、ボートもあるし、風もいい。続きが聞きたいならボートを出そう。あれ？ねえ、フランシス・ドレイクの骸骨ってどんなの？入ってなかったよ。そう、手帳とエルドラドの地図だけさ。あの黄金鏡。ああ、伝説ではね、実際は黄金の像、呪われた像だ。ねえ、それマジで？ああ、マジさ。それはひとまず置いといて。いやーよかった。ちょっと最後泣きそうになったな。素晴らしい最後で締めましたね。今までのこうストーリーも綺麗に追ってきて、すごいいい最後だったな。あの子でもこのままじゃララクロフトみたいになっちゃうよ女冒険家になっちゃうね、あれは。面白かった。最後だったんでめちゃくちゃ豪華でしたね。ボリュームがすごかったですよ。本当にクオリティが高いのにボリュームも妥協しないっていうすごい作品になりましたね。戦闘周りがね、なんか昔って結構その硬いやつをものすごいこう狭い空間で撃って戦うみたいな場面が多かったんですけど、今回結構スマートに作ってあった気がして、なんかテンポもねものすごく良くて、本気で文句のつけどころがないような出来栄えでしたね。いやー面白かった。アンチャーテッド、これが最後だと思うとちょっと悲しくなってくんな。なんかでもまあね、娘の何かっていうのが万が一の可能性としてはあるかもしれないですね。面白かった。関わってる人間の数も半端じゃないだろうな、このレベルだと。もう目をやらないとね、気にも留めないような風景を尋常じゃない作り込みで作ってましたからね。マップの数すごかったよな本当に。ブルーレイディスクってあんなにデータ入るんだって思っちゃいましたね。今まで見た中で一番ゴージャスなゲームでしたね。まあウィッチャーとかも相当すごいですけどね。でもこのゲームほとんどロードなかったですからね。オープンワールドじゃないとはいえね、かなりマップのつながり的にはそんなにね、なんか読み込んで飛ばしてるってイメージなかったんで、作りも相当良かったと思いますね。彼らがね、なんか次回そのクラッシュバンディングやるっていう話があるんですけど、まあ、こんだけの技術がある人たちがクラッシュバンディングって思うんだよね俺は個人的に結構そういう意見もあるみたいなんですけど、クラッシュバンディングはまあやってみたいけど、いややっぱりなんかこれだけのゲーム作れる人たちにはなんかもうとんでもない新しいゲームを作り出してほしいな。ラストオブアースもすごい良かったですからね。いや面白かった。アンチャーテッド1作目はなんか結構 B 級っぽい売り方っていうか、なんか実際やる前はね結構そういう売りっぽかったんですよね。なんか吹き替え声優をこうちょっとなんか深夜にやってる、なんていうか映画の吹き替えっぽいノリというか、結構コメディータッチなね、やっぱサリーとドレイクの掛け合いとかがなんかすごいそれっぽかったんで、少しちょっと B 級っぽいなんかこうエッセンスで売ってたんですけど、実際やるとねものすごくしっかりした対策で、もうここまでプレイステーションの顔になるまでのタイトルになりましたからね。実際海外ってこういうノリなのかっていうのをちょっと俺はどっかの、何番目かの動画でも言ってたんですけど、こういうノリなのかっていうのはちょっと分かんないんですよね。日本は
本当にその吹き替え声優の力でなんかこう絶妙なちょっとコメディー感が出てるけど、あっちはどれぐらいこうなんかマジに描いてるのかとかっていうのはちょっと知りたいですよね。なんかこのアンチはこれで終了って言われてるので、海外でもね相当高い評価でしたからね。この4は一応なんかマルチプレイの対戦みたいなのがあるんですけど、まあちょっとねアンチャーテッドの対戦いつもおまけっぽい感じなので、今回のやつもメタスコアとか見てたら結構マルチはまあ遊べんことはないんだけど、そのメインに据えるようなものではないよっておまけみたいな感じっていう風だったんで、まあいつもの感じだと思うんですけどね。これも少しだけ触ったけど、まあなんかちょっとこうなんて言うんだろうな、普通の TPS プラスアルファなんかスキルがあるみたいな、ちょっと面白いなと思ったのは、エルドラドのさっき言った黄金の棺とかをこうスキルで使うと幽霊が出てきて周りのやつを攻撃するとか、そういうなんか面白いスキルはありましたね。過去シリーズをやってる人にとってはちょっとこうおってなっちゃうような感じのキャラが出てきたりとか、なんかやっぱナディーンとかあのままこうあれで終わりだったんですね。もうちょっとなんか匂わしてくるかなと思ったんだけど、そこでバイバイだったんだな。いやレイフは最後狂っちゃいましたね。なんかあそこの黄金の魔力に取りつかれたのかな。あのお宝が沈んでそのままほっとくはさすがにちょっとむずがゆいからね、お兄ちゃんが真っ先に拾いに行くのも納得だよねあれまともに拾ったら相当な金額だっただろうからな。いやー面白かった、面白かったし、なんか思ったよりずっとなんか満足感が高かったですね。長かったし、だれずに最後までこう楽しめたのはやっぱりテンポと絵力のおかげだと思いますよ。ほんと毎回すごいやっぱり驚きの絵がね連続で流れてくるんで、たくさんの人が関わってるわな。アンチャーテッドもちょっとね、自分は一応1から3まで一回プレステ3でクリアして、その後HD コレクションみたいなのが PS4 で出た時にそれもまた1、3全部一気にクリアして実況してますので、よかったらそちらも見てください。俺もちょっとところどころ見たいなと思って、自分の動画少し見返そうかなと思います。なんかピンポイントにこうここのシーンが見たいなみたいなのが、なんかね俺ドレイクの子孫だって結構言い切ってた記憶あるんですよね。お母さんにそう言われたぐらいのことを言ってたような気がしたんですけどね、確か子供の時違ったかな。なんか実際はね自分たちで名乗ろうって感じでしたもんね。その辺とかちょっと見てみたいなと思って、あとやっぱ最後、まあ、それぞれの作品のやっぱりその財宝に迫るあたりはねちょっと久しぶりに見たいなと思って、いやーよかった、面白かった。これはでもまた俺はいつかもう一回やるな。これは4は全然なんか楽しめそうな気がします、難易度高くやっても。今回ノーマルでやったんですけどね、結構これあれなんでこれ死ななかったんだろうって場面で結構生き残ってたんで多分あれはあの難易度ノーマルゆえのぬるさだったんだろうと思うけど、なんかガイドとかもすげえ上手だったと思うな。昔なんかわけわかんないとこで異様に迷ってたけど、カメラ煽ったりね NPC が少しこう道を示してくれたりとか、すごくそこも丁寧だった気がしますね。なんかアンチャーテッドの最後のこう作品をもう多くの人に満足してもらおうっていうのをなんか感じましたね。なんかね全体からかかってる人もすごい数だな。ムービーシーンを見てるだけのゲームは映画に劣化したものになってしまうけど、なんかねああいう迫力のシーンを自分の手で動かしてるっていう体験はもうもはや映画以上の部分はありますからね。だからゲームしか味わえないっていうものはあるんで、
この領域まで来たゲームはやっぱりすごいですね。クラッシュバンディグか、クラッシュバンディグ正直クラッシュバンディグかーってなっちゃうんだよな。嫌いじゃないんですよ、クラッシュバンディグ好きなんですけど。クラッシュバンディグね、彼らが作ってどんな塩梅になるんだろうっていうのを単純に思っちゃうんですよね。アンチャーテッドのなんか可愛い版みたいな感じになるのかな。なんすかね、 3D のマリオみたいな感じになるんですかね。どんなのが出てくるのかちょっと楽しみっちゃ楽しみだけど。あ、その辺の煽りでね、今回多分中にクラッシュバンディクプレイするところが入ってたんだと思いますね。娘にでもいろいろ話しても信じてくれないんじゃないかな。ほんとジジイになってネイトの冒険の話とか子供にしたらホラ吹きジジイって言われるよ絶対信じてもらえない。証拠の物品がいくつかあるとはいえ、長いから詰め方がすごいぎゅうぎゅうに詰めてるスタッフロールここまで細かくされちゃう、そうなるよね。もう関わってる人間の数が尋常じゃないもんな。アンチャー4は日本より少し早く海外が出てて、リリースの記録もね、もう日本以外はほぼ全世界がアンチャーテッドがトップクラスに上がってましたからね。相当な本数売れてるんだろうなと思いますけど。寂しさ感じるな。あー、終わってしまった。はい、じゃあね、これでついにアンチャーテッド4が終わりました。ここまで見てくれてありがとうございました。結構長かったですけどね。いや、本当に面白かったですね。素晴らしい最後だったと思います。もう有終の美って感じですね。あ、なんか低いところも一気にクリアになるんだね。面白かった。これはちょっとね、また僕は改めてプレイするんじゃないかなと思います。はい、ここまで長かったですが見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。またね、他のゲームでお会いしましょう。お疲れ様です。